メンテナンススタンドを組み立てましょう。最近メンテナンススタンドついてます、はい、ね、中古であればいいんですけど、ちょっとね、なかなかね、普通のタイプはいっぱい中古で見るんですけど、で特殊なやつっていうのはね、特殊な車両用ってことですよね。なんて言ったら、うわ、これ何で一周したんだね。あれないじゃん。なんと、あれないよ。カッターがない。あ、なんとカメラの裏側になりました。なんだよ、やっちゃったよ、ね、東大元暮らしね。無意識でね、いろんなところ置いちゃうとわからないですね。ちゃんと必ず毎回戻すね。ちょっとこれがやっぱり重要なんですよ。で組み立て式ならね、これね、だからこう、ね、でこれ何が特殊なのかというと、まあこれ見ていただければわかるようにね、肩持ち用のスタンドですよね。ね、片側しかないね。でこれ左右兼用だったらいいんですけど、さすがに左右兼用ってないんですよね。これ左右兼用できたよね、うん、要はあの右側にかけるやつ、はい、ホイールが左側から外れるタイプのね、車両なんですよ、要なんですよ。でそういう車両ってあんまりないんですけど、 あるんですよそう、あるんですよ。それがあのドイツのね、はい、なんかバイエルンなんとかってやつですよね。そうで、ふと思ったのね、今まで持ってなかったんだから、じゃあ今までなかったのにね、で思うと、考えてみると、ほとんどセンタースタンドがついてるんですよ、あそこのメーカーは。うん、それなのに、そう、ついてないってね、今回の車両はね。うん、まあ、確かに、そう、ついてないのあったわと思って、一部の車両ついてないんですよ。そうなると、ホイールだって左が外れるでしょ。外れる側に傾いてるでしょ、車両は。で、ジャッキ、まあ、ジャッキかけて やろうとすると、余計左に傾くでしょ。それはちょっといかんだろうと、危ないなと思ったんですよ。うん。だから、買ったんです。ね、メンテナンススタンド。今思うと、ね、やっぱり、お断りしておけばよかった。うちできません。安易にね、あ、じゃタイヤだよ、タイヤ交換はやっぱり、あ、いや、いや、ダメってできませんって断れよ。思わず、いや、一緒にやっちゃった方がいいですよねって言っちゃった。そりゃそうですよね。だって、別々にやったらほら。ね。まあ、あんま変わんないかもしれないですけど。ね、だから、そう。ね。で、もうこうなったら、そういう車両ばっか買ってきて。高額車両、ね、うちではちょっと、ね、まだ使えますね。売り値で、50万ぐらいにならないと、ね、なかなか難しい、ね。で、アタッチメントこれ。これが高い。アタッチメント何種類かあるんですけど、うん。まあもちろんね、ここにこう入れるね。ローラー先につけようかな。出てどっかにあの何 DS さんに出ますか、出ないよな。アタッチメント付きで出してほしいね。だやっぱり言ったんですね。お店には出てる、ね、そんなうまいことないですよね。から入ってるんですよ。こっち、ね、ね、エルハマーのローカル大丈夫かな。ベルハンマー溶けないですよね。ベルハンマーであのこの樹脂、ね、ベルハンマーグリップするか大丈夫か。えい、新しいのはいいですね、綺麗でね。やっぱこれをでも 元取りたいからいっぱい やらなきゃいけないですね。あれですよ、これタイヤ屋さんとか困るじゃないですか。あれこれスタンドかけらんねえじゃん。
まあ、もっともね、いっぱいやってるだろうから、そういうね、車両も来るから、用意してると思いますけど、これは元を取らなきゃいかん。ね。特殊な車両なので、工賃が高くなりますみたいなね。やるんですね。そういうことありますもんね。要は、いや、お断りですよね。お断りって結構ありますよね。うん、ちょっとできませんってね。やっぱりね、こんな下準備から大丈夫かな。しかもね、これスタンドかけるじゃないでしょ。一人じゃできないやん。一人じゃできないよ、うん。ってことは、誰かいないですね。はい、まあ、普通ね、認証工場だから、一人ってことはないから、ね、問題ないんですけど。なんか一人でやってるみたいな。だから、あ、認証工場なのに、あ、うち一人ですっておかしいんだよね。店は一人でいいんですよ。店は一人でもいいけど、工場は一人はダメだからね。だから、ね、どうですか。誰に言ってるんですかね。皆さん、どうですか。どういう風にされてますか、ね、難しいね。別に何も難しいこともねえよ、つって。ね、だから、ね、こう、あれなんですよ。ベルハンマー乗ったらこうですよ。ベルハンマーグリスね、これね。塗りました今ね、はい、でこれまだ何も塗ってないですね。ほらちょっと強く回しましたね。こんなもんですよ。もう一回いきますね。これベルハンマーのベルハンマーグリス塗った方ね。ほら違いますよね。こっち軽く今回したけど、こっちの方が、ま、なんか、ま、思いっきりやればぶつかってる。思いっきり回せばね、ほら、ほら、あんま変わんないかな。いや、ポケット折っちゃうな。違うじゃないか。ねえ。え、同じじゃね？ね、同じじゃねって言われたらまずいよね。保険に関わりますよ、ベルハンマー。ね、ベルハンマーを舐めてもらっちゃ困るよ、つって。塗っていいのかな、これ。そもそも、こんな樹脂のところに。で、これを締める。組み立てからやってるね。でね、他の色、黒と赤もあったんですけど、あの在庫がなかったから、取り寄せですって書いてあって、家も白です。ね、時は金なりって言いますからね、早い方がいいです。あんまり変わんないですね。作業まだしてないからね、来てからね。本来だったらね、もう作業してない。ちょっといろいろとね、スピード案件とかがあったんで、それをちょっと、ね、で、あの、急いで待てるのでって言われるとね、それに甘えてね、ついね、あー、わかりました。待っちゃったんですよ。で、次ね、やっぱりほら、気づかせ、ね、社交辞令って言葉言うの、気づかせてもらえるでしょ。それに甘えてね、あ、分かりましたってやっちゃうと大変なっちゃうから、はい、けど、やっぱね、並んでみないんですよね。見て、エアリングすごいね。軽トラ用の後ろのね、煽り、うん、あれね、サビサビあっという間されますね、やっぱりね、うん、あの本当にあの純正の外装ってすごいんだなって、煽り錆びないもん、うん、まあ、まあ、下メッキしてありますからね、何層にも塗ってあるでしょ。やっぱり純正はすごいね、トラックの軽トラックとはいえね、あれ素晴らしいわ。でまあ値段ですよって言われりゃそれまでだけど、多分純正の煽り高いよ、うん、いっぱい作ってるから安いんであって、
ね、軽トラックは多いなんか多分年間にそんな打てないですよね、うん、よくしたらだって20万30万になっちゃいますから、そんなん買わないでしょっていうね、塗装で塗装だけで10万以上かかっちゃいますからってね、そんなお金かけたら買わないですよねって言われますよね。そしたらうん分かんないけどって、ね、一生もんだと思えばねそう次の軽トラックにも使うとかね、うん、ステンレスだといいね、ステンレスだから錆びづらい素材で作ってくれた方がね、いやー錆びるね、うん、ちょっとこう溶接の箇所とかね、うん、あと塗装の乗りづらい場所裏ちょっとこうね、こう入り口裏のこういうとことかね、すんもうで過去にねこう見ててね、他のお店の間でね、もうトラックは綺麗なのに煽りだけサビサビのやつを見たことがあるんで、ああやっぱりサビんのかなと思ったんですよ。ナイトリップさんのね、いやいや案にそんな言ってんじゃないですけどね、純正の煽りってすごい、うん、だって傷ついてもそうそう錆びてこないですもん、そっから、うん、まあ、何層にもねメッキかけて何層にもね塗ってるからっていうのあるでしょうけど、すごいよね、やっぱすごいですよ純正は。軽トラックっていうとなんか安っぽいイメージのね、あの方がねなんかいるんですよ、うちの身内にね。で前のハイゼットシルバーだったでしょ、あれも塗装いいですよね。でね、そのうちの身内はねうちの あの身内っていうのはあれですけど、なんだっけな、あれなんて言うんだ、なんていう車ですか、ムーブ、まあ、ムーブのスバル版のやつ、ね、で塗装がなんかどうのこうのね違うからうんたらかんたらみたいなこと言ってるから、いや軽トラと変わんねえんじゃねえのっつって、トラックと一緒なわけないじゃんって、軽トラックなんかとっていうみたいな感じだから、いや軽トラックの方がよっぽど塗装いいよってそうね、ちょっと、はい、皆さん言っときましたね、エンジンなんか一緒だからね、いやみんな一緒だよっつって、そんなわけないじゃん、そんなわけないんじゃないんだよ、コペンから軽トラックまでみんな一緒、同じエンジンだよ、 KF だよ、一緒ですよね、違いましたっけ、一緒ですよね、エンジンの置き方は違うけどね、水平になってるか縦になってるか向きが違うとかね、そういうのはあるけど基本的には一緒ですよね、違うのかな、一緒ですよね、 KF ですもんね、そんな専用のエンジン作れるほど儲かってないですよね余裕ないですよね。ということで、うだうだ喋ってる間に、完成に近づいたようでございます。あとアタッチメントつければね、もうアタッチメント多分この車両でしか使わないから、他の BM には使わないから、だって他の BM みんなついてるから、センタースタンドついてない BM 車ってあるなんてないですよ、ね、ないですよね、なんか知ってます、何知ってます、センタースタンドがついてない BM だと S1000か S1000 って肩持ちですから、そもそもあれチェーンドライバーですもんね、だってね、だから関係ない、まあいいですよ、なんかあります、だって K シリーズでしょ、 R シリーズですよ、私の知ってるところでは R1200S あれはついてないですよね、なかったんですよ、あれ初めてじゃないですか、 BMW でそのついてないなんて、えっ、ー、っつって、ね、割り切りましたよね、だってセンタースタンドで置いとかないとヘッド側にオイルがいっちゃって白煙吹くんですから、 BMW は昔はそれが普通でしたから、え白煙吹かなくなったのってね、サイドスタンドで置いといてるんですよ、有名ですよね BMW ね、センタースタンドで止めとかなきゃダメだよっていうのはね、うん、それがなさ、あと R90 シリーズですかね、それぐらいですよね、まあ最もこのアタッチメントがそのサイズの大きさなので、それよりも前の車両でそういうのがあっても、これじゃ大きすぎるからダメなんですけど、うん、グリス塗ろう。何グリスがいいかな、ね、ベアリングだから、これはあれにしよう。防水のやつだし、ね、これ一個組み立てるのに、君は時間何でかけてるんだ、ね、暇なのって、ね、それ言われちゃいそうですけど、なんでじゃあやってくれよって言われて困っちゃうんですけど、言われましたね、そう今日雨だからね、うん、お客さんを、あでもねもうあの2台ね1人に来てる、ね、お見えになりましたよ、
あのダウンタウン125とね、あとあれ何でしたっけ、スーパーカーのね C110、はい、雨の中、はい、お二人ともね朝早く来てすぐ乗って帰って帰られました、はい、ね、錆びたら嫌だからな、とにかく錆びたくない、錆びらかしたくないから、こっちか、 こっちですか、こうっすか、え、これでダメですか、ダメですよね、そういうのいらないからね、言われちゃいそうだね、ベアリングの機械とか、ベアリングジャパンって書いてあるよ、 NSK だ、NSK のベアリング使ってるんだ、中にグリス入れるとこ錆びたら嫌だから、とにかく錆びやだ、あーこれ絶対錆びるよ、中絶対錆びる、うん、塗装乗ってないもん、塗っとこう、もうとにかく錆びるからね、すぐやらしいやらしい、言ってるのね、そうだってさ、だって何でしょうか、ここ錆びたって別にいいんですけど、あんなさ、どっかのメーカーのさ、日本のメーカーでさ、ブレーキシューの当たり面錆びてんだもんね、あんとんでもないよね、あんなのね、カムのね、すごく思ったんですよ、あの時と思ったけど、やっぱりそこはね、大人です、あ、まあ、別にこれはほら、あの、あれすればいいですからぐらいのね、あれで言いましたけど、とんでもないよ、あれね、純正なんだ、管理悪すぎるよ、あれひどいよってね、あんまり言うとね、怒られますから言わないですけどね言ってんじゃねえかってね、結局言っちゃったよ、どこのメーカーだよ、あれ、最近思うんですよね、あそこのメーカーね、結構ね、日本のメーカーだからどうのこうね、大丈夫なんてとんでもない話で、あそこのメーカー結構ね、昔ね、なんとかアクシスっていうね、あれのエアクリーナーを、あれだ、ドライブケースのあれクリーナーとかなんだかな、スポンジない、取り寄せたらボロボロなのもうすでにボロボロになっちゃう、何って一瞬思いましたね、あれね、ボロボロですよ、もう劣化しちゃってんの、ちょっとあの不安ですよね、そういうのはね、高温多湿なとこだからかな、いや、そういう問題じゃないね、こっち向きなんだよ、本当はね、こうなってで、これでパチッて出るね、で、完成だ、うん、できてしまえばどうということはない、黙ってやれば5分ぐらいで、5分もかからずに作れるだろう、ね、組み立てられるだろうというものをね、こういうくちゃべりながら、ね、時間をかけるという、ね、なんという無駄なことをしているのか、ね、これをやるには向いてない、こう入った、できた、どうっすか、 J トリップ製特殊な車両用、これはメンテナンススタンド、一、ね、はい、人で持ち上げないでください、ね、このスタンド使用時に車両を揺すぶったりまたがったりしないでください、ね、危ないですけどね、そういう書いてあります、特にスタンドアップした車両は必ずエンジンを停止してくださいってそうだそうだ、そんな気がする、なんかいろいろ説明書が書いてありますから、一応ね、各色共通とかね、スタンドアップ前に必ずフロントブレーキロックをしてくださいって書いてあります。ずいぶんですね。弱気ですね。弱気じゃないか。まあ、それそうだよね。危ないからね。本当危ないと思いますよ。ね、この度はね、まあ当然なんですけど、この度は当社の製品をご購入ありがとうございます。まあ、これはね、お決まりの文言でございます。ですね、スタンドアップ前に必ずフロントブレーキロックをしてください。ね、これが重要です。ローラー付きスタンドの車輪の取り付けについてってことです。
車輪の中に付属のカラーを入れて、付属のキャップボルトを 5mm のヘキサゴンレンチで車輪を取り付けてください。締め付けトルク、15からこれ多分 1.5 ですね、 1.5 から 1.8kg のニュートンメートル、ニュートン F メートル、テトルクになっちゃった、当製品を使用する際は坂道でない平坦なアスファルトのような硬い路面にて必ず2人以上で作業してください。スタンドアップした状態で車両にまたがったり揺すったりしないでください。特にスタンドアップした車両は必ずエンジンを停止してください。大きく書いてあります、太字で。このスタンドは肩持ちスイングアーム車専用です。それ以外の車種には使用しないでください。使用前にシャフトのエンドについているシーリングが外れていないか確認してください。誤った使用により起こった事故並びに車両に破損は当社ではその責任を負いかねます。なんか表現が変だな、まあいい。そりゃそうだよね、でも高級車だって高級車ばっかりだね。使用方法、まあ、関係ないけどね、安いからという話じゃないんですけどね。別売りのシャフトを装着し、シャフトに所属のシーリングにてシャフトを固定します。リフトアップ方法、ハンドルを左いっぱいに切り、リアスタンドを車両に静かに一番奥まで差し込みます。スタンドから一旦手を離し放置しておいて、それから車体をまっすぐ立てます。スタンドの後ろ側をセンタースタンドを立てるように足で踏みスタンドアップします。解除方法、必ずもう一人にまず車両を支えてもらってください。そうなんだよね、そうだよね、これが問題なんですよ。一人でねやろうとするとね大変なことになっちゃいますよね。サイドスタンドが出ているかを確認したら、スタンドのハンドル部分をしっかり握って上に引き上げ解除しますが、しますが、解除した瞬間からはもうスタンドから手を離し、大きく書いてました、解除した瞬間からはもうスタンドから手を離し、同時に車体をゆっくりサイドスタンド側に倒すことに集中してください。車体がサイドスタンドにて元のように斜めになっていると思われますので、スタンドを車体からそっと抜き取り完了です。以上の方法以外にローラー邪魔するように足を置き、センタースタンド解除と同じ手順でも簡単だ、ん？何なんですかね。で有限会社森製作所ってですね、森製作所って、あ、そうなんだ、知らなかった。それが正式の店の名前なんですかね、会社名なんですかね。ちょっとあの表現がおかしいから、もうちゃんと、ちゃんとあのあれしてからいいんじゃないですか。なんだろうな。以上の方法以外でしょ。ローラー邪魔するように足を置き、ローラー邪魔するように足を置き、センタースタンド解除と同じ手順でも簡単です。ローラー邪魔するようにってどういうことだな、まあ、普通に、まあ、こうやって自分でやってもいいってことでしょ。あ、でもローラーが動かないようにしなきゃダメだね。ローラー、あ、ローラーの難しいなこれ。まあとりあえずね、下ろすときは一人でもできるかもしれないね、でも上げるのがちょっと最初怖いですね。肩持ちのスイングアップがね、大型車は怖いですよ。軽いバイクだったら、まあ、自分で支えこう少し起こしてね、こうやってグッ入れてグッてできますけど、大型車でやっぱりやろうとするとね、万が一倒れちゃったらね、大変なことになっちゃいますからね。それこそね、何やってんだか分からなかったね、ということで、やっぱり仲間がいるといいですよね。仲間っていうのはね、どんなあれでもね、そういう作業するね、一人でやって何かあったらもうそれこそだ、リフト、あとリフトの上でやる、リフトの上でこれ使ってほらかけるとかね、怖いですよ。リフト少し高くなってるからね、少なくともね、あの地面に埋め込み式のリフトだったらいいですけどね、あいいですよねあれね、そういうのもね、普段はフラットでね邪魔にならないからね、でも大体設置型ですからね、こう上にだから少しこうこれぐらいは絶対にね、こうスロープみたいなの乗っけるじゃないですか。ね、ああいうのだと、あ、埋め込み方がいいですね。ってね、いや、そのお金ないですよ、ね。工事代だけで結構するんですよね。さあ、できた。よし。できた。ね、いいな。
これ値段買ったんだけど。ここになんか値段書いてあるんだけど。いやー高いよねー本体の。別売りの肩持ちシャフトが必要ですね。で BMW 右スイングアーム専用です。K1200-1300 は JT136 を使用してくださいって書いてあるんですけど、基本的に K1200 とか1300のシリーズはみんなセンタースタンド出てるからいらないんだよね。いらないんですよ。うん、やっぱりそこなんだ。あ、やべえ、ここだ。こんなから錆びるぜ。外に出て出しちゃう。だからね。さあ、どこですかな。で、ビニール、あ、これいいね。粘土にしてるね。はい、ということで今回は、ね、森製作所さん、ね、J トリップ、肩持ち BMW の右側用肩持ちのメンテナンススタンド製作じゃない組み立てでございました。